旧中線道交点付近の道路標識大谷城、高木線は埼玉県埼玉市南区より埼玉市桜区を経て、同市西区に至る埼玉市の都市計画道路である。1963年8月12日に都市計画決定した路線。埼玉市南区大谷城2丁目より国道17号新大宮バイパスまで西に進み、その後ろ向きを北に変えて、 国道16号西大宮バイパスに至る道路。新名の保守分離式信号機のある交差点から、田島団地前交差点までは、田島通りと呼ばれている。南区内は、開通済みのほか、西区や桜区内のところどころで整備が着手されている。道場三室線交点から国道463号、浦和所沢バイパス交点までは4車線で整備され、 先用通りのバイパス道路として期待されている道場、三室路線へのアクセス道路の役割を担う予定である。開通後は、浦和インターチェンジまで直線で結ばれる。また、起点から新大宮バイパスまでは、武蔵浦和駅周辺に位置し、交通量が多いことから4車線で、都市計画が決定している。国道17号より、東側はほぼ完成しており、2車線で供給されている。 一部区間は廃止候補路線に挙げられているが、桜環境センターが2015年に開業し、清掃車などの往来が増えることが予想された。そのため、予定道路を廃止し、代わりに、ほぼ道路ルートの鴨川堤桜通りの堤防部分を、やや削りに車線化する工事が2014年秋から3区間に区切り開始され、2017年に完了した。 2019年3月28日には、桜区 A は6丁目から道場3丁目までの区間が開通し、町や元太線と接続した。また、西区の西大宮駅周辺の区画整理事業に伴い、川越線を南北にアンダーパスする道路として整備されているが、それより、南の国道463号までの区間は、人口が少なく交通量増加が見込めないことや、 大体路線の埼玉県道57号、埼玉港の出線があるため廃止が予定されている。左が起点方向へ向かう車線、右が終点方向へ向かう車線である。ありがとうございます。